デート、あなたを愛し返すことができない人と恋に落ちないでください。自分を愛し返すことができないものに恋をするのは苦痛を伴う可能性があるため、避けるのが最善です。例えば、非常に多くの人が物や物に対して非常に強い感情的愛着を抱きますが、それらのものは決してあなたを愛してくれません。それらを失うと痛みを引き起こすだけです。物が豊富にあることによる混乱はストレスを引き起こすだけです。これらのものは本当に重要な人々や瞬間からあなたの心を奪います。人生とは自分の人生に存在し、周りの人々を楽しむことです。物体ではありません。物体は行ったり来たりします。人には感情があり、本当に大切なものです。人生において、あなたは他人があなたを気遣い、愛している以上に他人を気遣い、愛していることに気づくかもしれません。彼らがあなたを愛している以上にあなたが愛していることをどのように識別しますか？愛は複雑で主観的なテーマであり、多くの要因に依存するため、相手があなたを愛している以上に、あなたが誰かを愛しているかどうかを判断するのは難しい場合があります。私は、あなたが自分がどのような状況に置かれているかを認識し、何が起こっているのかを最も効果的に正確に特定できると強く信じています。これは、無意識のうちに、これらすべての瞬間からこれらすべてのデータポイントを取得しているためです。あなたはあなたが思っているよりも、その人と多くの時間を過ごします。あなたが一人でいる時や、公共の場にいる時、人々はあなたが一緒にいるところを見ません。決定すべき多くのデータはあなたにあります。直感に従ってください。あなたは自分にとって最善の行動をとるでしょう。なぜ自分がある感情を抱くのか理解できないかもしれません。私たちは自分の複雑な感情を必ずしも理解できるわけではありません。小さな手がかりやデータポイントを拾い上げて、自分にとって最善の意思決定を下すことで、無意識のうちに最良の結果が得られます。自分が誰なのかを知る。愛するときは全力を尽くして深く愛します。人間関係では、私はすぐにそして深く落ちてしまいます。私は彼らが私を気遣うよりも他の人を気遣うことがよくあります。私はしばしば彼らが私にしてくれるよりも他の人のために尽くします。私はとても独立心が強いです。しかし私はまた非常に情熱的で抱きしめたくなるような親密なそして関係の中で存在します。私の人生に関わる人々はしばしば無限のサポートを受けます。無限のアドバイスとヒント。終わりのない理解。終わりのない愛。私は他の人に対してはあまり愛想を尽かさないのですが、ただ恋人に対してだけです。私の大切な人は他の人には見えない私の一面を見ていることがよくあります。自分がどれだけ早く落ち込むのか、そしてどれだけ深く落ち込むのかを理解することによって、私が誰かとどれだけ感情的につながっているか、私はこのような状況に陥りやすいです。彼らが誰であるかを知る。あなたの大切な人は、あなたにどれだけ感謝しているか、どのように感じているかを伝えてくれる。とても愛情深く抱きしめたくなるような肉体的で親密で情熱的でロマンチックな与えてですか？これならおそらく大丈夫です。あなたのデートが非常に生産的で距離感があり、まるであなたの声が聞こえていないかのようにぼんやりしていて、
あなたを理解するために時間を費やさず、あまりコミュニケーションを取らず、密室で手を握るなどの物理的な接触をせず、強い感情を持っていない人と付き合っている場合は、愛とは何かを理解し、彼らがどのように感じているかをあなたに見せません。あなたはおそらく厳しい状況にいます。行動とボディーランゲージは言葉よりも雄弁です。感情は数値化するのが難しいです。また、怒りを悲しみ、イライラを退屈、幸福を不満、愛を打ち気と誤ってラベル付けすることもあります。迷った時は、状況に正面から向き合うことをお勧めします。彼らを知るために私がよく使う質問は次の通りです。あなたは大切な人に何を求めますか？あなたにとって愛とは何ですか？私のことどう思いますか？オープンで正直な会話をしましょう。はい、複数回です。これらの答えがどのように変化するかを評価してください。彼らの言うことを判断せず、代わりに彼らの言葉を聞き、そのデータを使用して、彼らの言葉が彼らの行動やボディーランゲージと一致しているかどうかを確認します。あなたがパートナーよりも、その関係にもっと熱心である可能性がある兆候には、次のようなものがあります。あなたはより多くのことをし、より気を配ります。もっと一緒に時間を過ごす計画を立てている。電話やテキストメッセージへの反応が良くなります。あなたは愛情と親密さをもっと示します。あなたは関係を優先し、より大切にします。あなたは状況に対してより集中的で感情的ですが、もう一方は感情を表しません。腕を組む。身体的接触をしない、眉を潜める、怒り、否定的、嫉妬、行動を制御する、不誠実、またはよそよそしいなど、否定的なボディランゲージを示していますか？その人は、あなたと公共の場にいるのが恥ずかしいです。その人は、あなたと一緒に友達の周りにいるのが恥ずかしいと思っています。これらはすべて主観的なものです。それらがあなたの人生にどのように影響するかを見てください。相手が努力しているかどうか、そして相手がどの程度気にかけているかに基づいて、長く続く関係に向けて努力を続ける必要があるかどうかを判断してください。幸福と愛を育むために行動を起こすことに関心がある場合、あなたの努力に値する可能性が十分にあります。感謝の気持ちを持っている人は、あなたの人生に素晴らしい存在です。単に内気で、人間関係について感情的に知られていない人々との関係を終わらせないように、注意してください。善意を持った人もいますが、それが最も重要です。彼らは自分のペースで人生を歩むかもしれません。お二人は単に非常に異なる視点を持っているだけかもしれません。あなたが彼らに対して同じことをするのと同じように、あなたの気持ちに依頼、気遣い、サポートするために、人々とのつながりを築くことを優先してください。なぜ？報われない愛は精神的に消耗する可能性がある。人間関係とは、押したり引いたり、ギブアンドテイク、そして感情で成り立っています。ある人があまりにも多くを注ぎ込みすぎて、その見返りが得られないとき。あなたも私と同じように常に全力を尽くす人なので、他の人が太刀打ちするのが難しいか、自分のニーズが満たされていない可能性があります。誰かがあなたのニーズを満たそうとしない場合、その人はあなたに対して思っているほどの愛を持っていない可能性があります。誰でも恋愛する能力はあると思います。
誰もが他のものを最初に置くことができます。誰もが試すことができます。他の人が努力しないとき、彼らの気持ちをあなたに伝えないとき、または彼らが気にかけていることをあなたに示さないとき、拒絶され、イライラし、悲しくなるかもしれません。とても深く気を配り、たくさんのことをし、それがすべて報われないとき、それは感情的に消耗する可能性があります。愛は素晴らしい関係を築くのに時間とエネルギーがかかります。自分が評価されなかったり、自分の気持ちが報われなかったりしたとき、感情的に疲れ果ててしまうかもしれません。別の観点から見ると、このすべてについて懸念がある場合は、次のようになります。あなたは無意識のうちに相手にさらなるプレッシャーやストレスを与え、あなたをさらに引き離してしまう可能性があります。これは難しい状況です。それは双方にとって精神的に消耗するかもしれません。他の人は自然にあなたのためにそこにいたいと思っています。彼らにはあなたが望むようにそれを行う能力がないだけかもしれません。この人が成長し、健全な関係を育もうと努力しているかどうかを見極める必要があるかもしれません。それとも単に関心が足りないだけなのか。現実的な期待を維持する。自分がどのような状況にあるかを特定してください。相手がどのような人物で、相手との関係がどのような傾向にあるのかを理解するには、相手に複数の質問をする必要がある場合があります。彼らはどのように愛を示しているのでしょうか？あなたがどのような関係を持っているかについて現実的になってください。あなたが一緒にいるのは主に肉体的なものですか？感情的なものですか？それともタイトルに基づくものですか？あなたの関係が進展するペースを理解してください。彼らは物事をゆっくりと進めますか？それとも早く進めますか？彼らはコミットメントを恐れているのでしょうか？関係に対して現実的な期待を保つようにしてください。あなたが望むことや必要なことを相手が全くやってくれない場合、二人の関係の中でこれらのことを成長させるには時間がかかるかもしれません。彼らがあなたの好きなものを学び、あなたの愛の言語を学ぶには時間がかかるかもしれません。彼らが誰であるかを理解し、それに応じて対応してください。あなたの基準が高く、期待が高い場合、あなたのニーズが満たされる関係を築くのに時間がかかるかもしれません。時々失望やフラストレーションを経験するかもしれませんが、相手が本当に気にかけてくれれば、彼らはあなたをサポートし、幸せを育むために最善を尽くします。愛していないものを愛し返すと、本当の愛を見つけることができなくなります。あなたを愛し返すことができない他人にあなたの愛のすべてを集中させないでください。あなたに幸福や充実感をもたらしてくれず、あなたが最高の自分になるのを助けてくれない人と付き合っていると、時間を無駄にしてしまうかもしれません。これがあなたであれば、他の場所でこれを見つけることができるかもしれません。本当の愛は他の誰かにあるかもしれません。時々、挑戦されることを好まない人もいます。しかし、彼らが気にするなら、彼らは最善を尽くします。彼らはあなたをサポートしようとします。彼らはあなたの要望やニーズを聞きます。たとえそれがあなたが望むレベルのアクションでなくても、彼らは最善を尽くします。他の人が頑張って成長しているときは、忍耐強くいることをお勧めします。あなたが動揺しているときに、他の人が努力や関心を示さなかったとき、
それは自分の状況を評価し、考えられる行動を取らなければならない時です。あなたが最善と考える行動は何でも構いません。人生の中であなたに与え、気遣い、サポートしてくれる人を探しましょう。最善を尽くして、あらゆる最善の方法であなたのバランスを保ってくれる人もいます。あなたの恋人と大きく異なると、初期に困難が生じる可能性があります。交際中、身体的な魅力と親密さは、コミュニケーションを図り、相手を理解し、より緊密な関係を育むのに役立ちます。あなたは素晴らしい関係にあることに気づくかもしれませんが、場合によっては、お互いの違いにより、最初は少し余分な作業が必要になる場合があります。特に、二人が異なる愛の言葉を話し、関係の中で異なる期待を抱いている場合は、特にそうです。関係がうまくいっていない時は、関係を終わらせる時期が来ているかもしれません。しかし、これはあなたが一番よく知っているでしょう。あなたの直感に従って、あなたを第一に考え、あなたの欲求やニーズを満たすために、あなたとの時間を楽しんでくれる誰かとの真実の愛を他の場所で探してください。愛することを恐れないでください。あなたらしくいなさい。他の人が必要な時にスペースを与えてください。重要なのは、これがあなたである場合、親密で愛情を持って接することです。